今回はピックがどうしても回ってきてしまうよという方に使ってみてほしいピックの達人という器具をご紹介したいと思いますえ、YouTube を見ていましたらピックの達人のコマーシャルが流れてきてこれは面白いなということで購入しましたでは開封していきたいと思いますえー、税込3350円ちょっと買うのに勇気がいる値段かもしれません 使い方の説明書は入ってませんね。その代わりに使い方を解説した動画の URL が載っているので、こちらの使い方の解説の動画を見てから使おうと思います。はい。動画を見たので、私も使っていこうと思います。えー、本体を取り出しまして、まずこちらのバンドですね。よく見ると向きがありまして、指先っていう矢印があるので、えー、こちらですね。こちらを右手の親指の付け根の方につけます。 マジックテープになっていて、どちらが上でもなんか大丈夫みたいな感じですね。とりあえずつけてみました。それで次にこちらの部品。これも矢印がついてて、こちらが下ですよっていう三角形の矢印がついてますね。それで今回使うピックは、金電流のティアドロップ型のピックです。新品のものを用意しました。付属のシールを使って貼り付けていきたいと思います。このシールなんですけど、 動画では直角に貼り付けられていたんですが、私は好みにもよると思うんですが、ちょっとピックが外向きになるように、ほんの少しだけ傾けて取り付けてみたいと思います。こんなもんかな。よいしょ。で、下向き矢印下にして、この黒い部材とピックとの間に少し隙間ができるようにするのがコツだそうです。 これででで、くっつけるこことができましたでこのバンドとこちらの部品磁石になってておすごい結構強力な磁石です、えー、磁石になっててくっつきますあとはこの位置関係の微調整ができます最初角度が変だなと思ったんですけどここをあのねじれますね簡単にねじって直角にできますねとりあえず大体今の位置で大丈夫なんじゃないかなって思います それでは一度外して、しっかりと固定したいと思います。爪でギュギュって押して、黒い部品とピックとの間、隙間ができないように、しっかりと接着します。ちなみに演奏するときはもちろんこのような形で使うんですが、演奏中に楽譜にペンで書き込みたいなとかいうときですね、パタッて パタって反対側に持ってくることで、このままペンで楽譜に書き込んだりとかいうこともできます。ピックがどこかに行ってしまって探すということがなくなっていいですね。では実際にこれで対象こと弾いてみたいと思います。えー、全然違和感はありません。で、ピックが特に回ってしまうというのは取り戻そ方法だと思います。 トレモロ奏法がずっと続くところは、ピックが回ってきてしまっても途中で直すっていうタイミングがなかなかなかったりして苦労された方もいらっしゃると思います。今回はこのチャンネルでトレモロの練習用としてアップしているアルハンブラの思い出という曲を弾いてみたいと思います。 こののピックの達人、今回初めて使ったんですがとても使いやすいと感じました特にピックの位置がずれてきてその位置を修正する時に両手を離してしまってもピックが落ちてしまうことがないので簡単にピックを持つ位置が調節できるなというふうに思いましたこれが普通の状態ですとピックを持つ位置がずれてしまったらこう指でグニグニやって一生懸命位置を直していくっていうことになるんですけど そういういいいい苦労がなくななくっていいなと思いました。この商品ちょっと値段が張るのでそんな簡単に買うことはできないかもしれませんがどうしてもピックが回ってしまうんだよってお悩みの方は一度使ってみてはいかがでしょうかということで今回は「ピックの達人」のご紹介でごございまました。最後までご視聴ありがとうございました。